みんなこんばんは。木曜日ですね。よいしょ。やっほー。あれ？ない。ここにあると思ってた。どこだっけ？どこだっけ？まあ、いっか。こんばんは。ここに置かなく、あったみなさんこんばんは。昨日の公演ありがとうございました。みんな見てくれましたか？定点とかでも。やばい、前髪触っちゃった。うー、鏡、私の鏡はどこですか？ありました。昨日のね、公演もありがとうございました。ね、みんなさ、やっぱさ、まあ、嵐一回やってるし、やっぱり嵐って思ってる方多いかなって思ってたりもしてたんだけど、キャッピーがさ、この前さ、エクスプロージョンしてたじゃん。だからエクスプロージョンって言ってる方もいたし、結構予想が分かれてた気がする、いつもより。でもフライミーはなかなか見なかった。あんまり見なかった。いたけどあんまり見なかった。みんなびっくりした？めっちゃね、歌が緊張した。なんか、なんて言うんだろう、なんかさ、全然顔出してない。あのさ、なんか今最近はさ、まあ、横浜もそうなんだけど、あの、なんて言うんだろう、キラスキとか転生とか、なんか可愛い名が多くて、嵐もそうだけど、でも嵐はもうだいぶ前か、歌がそうしっかり、なんか歌みたいな、バラードの枠なのかは分かんないけど、をするのがなかなか久しぶり。あ、まあ、ユースコールも歌あれだね、難しかった。そう、フライミーも歌難しかったから、すごい歌緊張した。歌そう、めっちゃね、そうしっかり歌う系、バラードとか結構好きだから楽しみだったんだけど、緊張してはいました。緊張してはいましたね。はい、
そうです、ヨコニャさんの衣装着てました。あのジャックの衣装、迷彩の衣装を初めて緑着て、私初緑、あとオレンジ着ればコンプリートそう、私初めてあの緑着て着ました。頭部はオレンジですね。E公演のアンコールもあとオレンジだけあとなんかそういう系のあったっけ、なんかあとオレンジだけみたいな。鉄菜は黄色着たから逆にあと緑あれはあと緑、なんかあったかな。いや、なかったな。制服の目はいいね。逆に私一色しか着てないから、あれはちょっとまだまだ着てない色がいっぱいあるんですけど、時間がない公演はそんななんか色分かれてる系あんまないから、まあ、あるけど3色とかだからないですね。本当にそれだけかな。なんかオレンジとか私あんま当てはめられないんですよね。オレンジっぽくないのかな。オレンジとか黄色よりは、うん、それ以外の色を当てはめられがちなイメージがあるなんかあんまない気がする。ね、柑橘系の色見られてないね。そうだよね、なんか自分の私服も全然着ないし、衣装もあんまない。あゆきみや僕ね、青衣装にやってた頭かな。あれもね、私もピンクなかなか着なくて、まあポジションによるから、あの衣装はなかなかピンクポジションはあんましすることがないんですけど、赤は似合うのにね。ありがとうくまちゃんありがとう。そう、オレンジ私あんま着ないんですよね、自分でもあんま着ない。あ、そう、ビタミンカラーを当てはめられない、当てはめ少ないイメージある。あの周年の衣装とかも、まああれはちょっとチームごとであったからね、あれは緑だったけど。そうなんだよね。でもそれこそその周年の衣装もすごい同期に「クレミアも絶対紫だよ」って言われてたから自分も「あ、紫かな」って思ってたんだけど、意外と緑。いや、あの緑かわいいよね、なんか濃い緑ってかわいい。いや、あの衣装がかわいいあ、ね、白をね最近着るようになった。これも白だし、これも白だし、白最近着るかも。ハートありがとう。チカッパ楽しみだね。チカッパ楽しみだね。そうなんですよ、みんな、ミミちゃんが対バンっていうのかな、これが対バン、アイドルフェス、アイドルイベント、名古屋の対バンに初めて出演させてもらいます。イエーイイエイエイエイ、みんな待ってくれてた、楽しみだね、イエーイすごい嬉しい、もうね本当に嬉しいの。あ、ミラボールありがとう。
みんなも楽しみ、もうくるみもめっちゃ楽しみ。なんかさ、ミニがさ、ミミに似てるじゃんそのね、名古屋の台湾イベントフェスに出演するって知った時もめっちゃ嬉しかった。ようやくミミちゃんが台湾にね、嬉しい、楽しみ。みんな26日、1月なんだけど、1月の26日、お待ちしてます、待ってますミミだね、ミミだよ、ミミちゃん登場するよくまちゃんありがとう、ね、楽しみなので26日よろしくお願いします。 11周年なのかな、ショールーム。おめでとうございます、いつもお世話になってます、ショールームさんね、あ、11期ってこと、あ、そういうこと11、チカッパってずっと福岡とかで、福岡でやってたやつだよね。あ、そうなんだ、奈良に、奈良に、奈良じゃない全然奈良じゃない、名古屋に。嬉しい、奈良でもね、奈良でもぜひぜひぜひ、奈良でもリーナちゃんが裏で配信してて、裏で配信しててってどういうこと、今してるのかな、ヤッホーリーナちゃんスタイルいい3人で不安だったって言います。いや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 、誰がどなたがおっしゃってますか。でもなんかフライミー、なんか長ズボンをユニットとかで着るのは初めてだから、すごいなんか変な感じしたすごい変な感じしてたね、名古屋と奈良の奈良で混ざりました。そう、リーナちゃんと歌うとこ多くて嬉しかった。夜が泣く始めればまた日常が眠る、そう、結構ね、結構厚底だった。じゃあミミちゃん祝ということで、チカッパおめでとう、まだだけどまたくーちゃんにキュルルンやってほしい。じゃあそれはあの特典会で個別でみんなにキュルルンしますね。はい、お待ちしてます皆さんあ、そうなんだよね、あのさ、頼りの時にあのもうヘッドセットがもう落ちてきちゃって歌わないとこだったから、感想でもういいやと思って
旦もう下に下ろして踊って、その後つけた。楽しかったな、楽しかった。なんかさ、アナウンサーポジだったんですけど、あそこは楽しかった。なんか最近してなかったから、なんか蘇った、蘇ってた。なんか練習してる時もなんか楽しすぎて。めっちゃ楽しかった。なんか普段使わない、なんかさ S に出なくなって、 S で使ってたであろう、普段使わない S でしか使わないであろうところがもう痛すぎて、もう筋肉痛。もうだから今日階段のとかめっちゃしんどくて、足が足がみたいな。感じでしたね。足が痛すぎて。でも楽しかった。やっぱり私はあの、ま、ジャックとか全然何でも好きなんですけど、やっぱラブリーノビューラブリノベーションが好きだから嬉しかったし、何かな、ま、全部好きなんだよね。リトマも楽しかった。言えばやってくれるの、やるよ。ね、ミニフィーユポーズをやりたいよね。欲しい。夢がえるんだ、夢がえった。もうね、前髪はもう気にしないで出たよ。なんか多分、ま、いつもよりちょっと固め甘かった気もするけど、でももういいやって思って出てた。もうなんかもうこれで今直してもこのあとぐちゃぐちゃになっちゃうから、もういいやと思って出てました。そう、みゆさんとの飛び出しも久しぶり。なんかジャックもさ、飛び出し久しぶりだから、なんかもう研究生の最後の方も飛び出ししてなかったから、ポジションがね、だからもう楽しかった。飛び出ししました。でもなんか S が私は一番体力消耗すると思ってるんですけど、でもあの他のか、なんかあゆかさんとかは、いや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 、いいもんだよって。でもなんか私は S、 なんかそうだよね、なんか違う公演の方がさ体力がさなるんだと思うんですけど、だから私は本当に S が一番だと思ってるです。いや、うん、制服の名、うん、正規公演だと今の私くるみ個人的には S。 いや、そうなんだよね。なんか私的分析だと私的くるみ的分析だと、あ、もう個人差あるんですとは思うんですけど、 S は頭曲が本当にあのすんばらしいんですよ。体力がすっごいですよ。すごいんです。すごいんですよ、本当にすごいんです。でも E は常にって感じ、その一定体力消耗してる、なんか常に体力消耗してる、なんか短距離と長距離って感じ。
わかんないけどだと思ってて私は。だから S の方がなんか体力消耗するイメージがある。まくるみ的意見個人差あります。頭4曲は制服の目もきつくね。制服の目もきついですよ。うん、嘘は良くないからね、もちろん。まあ、鉄のとかもまあまあ体力いる。制服の面もなかなかですね、はい、なかなかいります。K2 は K2 はなんかちょっとジャンルが違うと思ってます。なんて言うんだろう、なんか K2 っていや、そりゃ体力使うんですよ、そりゃでもなんかなんて言うんだろう、そうアートなんだよね。そうなんですよね、そうなんです、そっちだから、なんかそう綺麗に見せるってか公演って感じ。もう本当にそうだと思う。なんかめっちゃよし制服の上行くぞみたいな、盛り上がっていけるかっていう感じじゃないじゃないですか。なんて言うんだろう、そうでも K2 も K2 でいてててててなる時ある全然あるけど、なんか違う、ちょっと違うジャンルな気がする。だから私はすごい K2 の公演好き、異形とかめっちゃ好きだもん。なんか私はアーカイブね見るときは、定点見るときはもうまず異形見て、ハートブレイカーズ見て、オーバーザトップ見て、もう一回見直しますそこ先見るね、好きな曲を先に見ちゃう。私の好みが分かるね そう揃えたりするのがね K2 はそうな感じがします。まあいろんな意見があると思うんですけど、くるみ的意見ねこれは。そうなんだよね、かっこいい曲とかバラードを見るのがすごい好きなんですよ私見るのすごい好きなんです。そうです、諸説あります。はいはい、そうです、もちろんあ、私が K2 で好きなのは異形とハートブレイカー、絶対にでもアンコールも好きだから、いいねいいねいいね、好きいいね。くるみが一番苦戦した曲ってなんだろう、なんだろう、 S はリトマ、シンポジウムあるときに一番葛藤するのは S はリトマで、 K2 は K2 なんだろう、 K2 なんだろう、オーバーザトップかな。 E はドントジャッジミー、
だと思ってます。鉄菜は、鉄菜は、鉄菜は、何かな、火曜水曜。うん、いい中盤で、ね、難しい。あ、ハートブレイカーズ、立ち位置が難しいですね。あとヒヤヒヤします。こんばんは、くまちゃん、ありがとう。お花もありがとう。え、フライミーも難しかった。フライミー難しかった。すごく難しかったです。まあでもどの公演も慣れると楽しいです。慣れてなくても楽しいけど、なんて言うんだろう、難しい曲慣れると楽しくなりますね。なんかやっぱ難しい難しいと思って出るより慣れて楽しんでる方が楽しい。そうなんだよね、メンバーとこういろいろできる曲好き、楽しい。楽しいです。ねえ、わかる、ユニットいろいろやってほしい、本当にわかる、いろいろやりたい。もっとやりたいって、見たいってみんな言って。本当にやりたい。何やりたいって言われるともう全部やりたくて、ちょっと何から言ったらいいかわかんないけど、でもなんかやりたいんですよね、私もいろいろ。でさ、あのさ、今言っちゃうとさ、あのさ、シャッフルがさ、みんな予想がさ。ね、そう、私も全制覇したいです。全部したい、もう全部やりたい。もう鉄男のやつも制服の目のやつも全部やりたい。制服の目は彼がハト思い出以上やったことあるから、もう本当に狼とプライドやりたい。狼やりたい。あなたが散れたい。アメピね、みんな言ってくれるよね、アメピ。あの珍しい一回きりだったアメピをもう一回。ね、背丈一緒で一緒なのもリーナちゃんとか空の青さ、ギター、ギター、あ、ギターの方。まさかのギター。特訓してみますね。あ、第六感、あの子の第六感、絶対タタラタタ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 タ。ね、これ私もさ、これからアメピーやるんだろうなって。そうさ、鉄菜が初めて出るってなった時あるじゃないですか。初めて鉄菜に出るってなった時に、まあ一回調整台で
あのアメピやったからユニットアメピかなって思ってたんですよ。自分でね、自分で 何も知らない時に、あ、私アメピやろうのかなみたいな思ってたんですよ。じゃあ全然違って私も予想外れた。あれアメピじゃなかったみたいななりました。私もなりましたね。そうだよね、みんなもさアメピだと思ってたと思うし、私もアメピだと思ってた。でもウィンブルドンでした。ウィンブルドンも大好きウィンブルドン大好き、可愛い賞大好き。ダチョウ、あ、ダチョウね、ダチョウね、ダチョウやりたいよね、見たいよねエースコール私もしたい。星のしずく、星のしずくも衣装大好き。させてるけど、流星お願いします。流星かっこいいよね。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃん、なのアウトロのあれが好き。後ろ振り向い歩きながらするところ、じゃ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 ん、かっこいい。眠れた、ありがとう。エクスプロージョン完成よ、乙女エクスプロージョン。充電が済みません。ぜひ。たとえ世界に見え方が、めっちゃ歌詞が良すぎて歌詞が素敵すぎて、嵐大好き。衣装も可愛いしね。お帰りありがとう、ただいま52分、早いくまちゃんありがとう。ね、やりたいよね、いろいろやりたい。なんかそれ以外逆にあるかな、なんか、うん、今公演じゃないやつ、公演で今やってないやつ、私知らない可能性大だけどうん、何かな。あ、でも私は結構本当にフェスティバルが好きだから雷鳴とかしたい。雷鳴もしたいし、カップリングイズもしたいし、結構やりたい。ポジティブシンキング、わがままな流れ星、私もしたい。衣装可愛すぎる、あれ。バイクとサイドカー、あの真っ白なやつかな。キャンディー私しなかったんですよねサマーツアーの時に私キャンディーしてなかったから。めっちゃ可愛いよね、あのスタンドマイク出てこなかった。赤いピンヒール、これもしなかったこれもしなかった。え、これめっちゃかっこよかった。かっこいいって思いながら見てました。
しの尻尾ね、もう一回やりたいよね。次は風船持ちたい。いつか風船持ってするのが夢です。パジャマドライブやったことあります、あります。虫のバラード、虫のバラードね、私も歌ってみたい。マリアってどんな曲だろう、題名聞いたことある。すごい、みんないろいろいろんな曲を。え、待って、55分だ。マリア、後で聞こう。ね、まあちょっとこれからいろんな曲をするのを願っててください。いろんな曲するくるみ願ってて待っててください。いろいろくるみもしたいので、みんなが願ってくれてる曲をできるのを願っててください。じゃあもう56分になっちゃったので、ちょっとランキングを読みたいと思います。では読みます、いきますね。13位、サシスセソさん、ありがとうございました。13位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして12位、あばれブラックさん、ありがとうございました。12位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして11位、しのさん、ありがとうございます。しのさん11位、おめでとう、ありがとうございました。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして10位、岩尾さん、ありがとうございました。岩尾さん10位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。変わった、勝ってなかった。9位、牛男さん、ありがとうございます。9位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます、ありがとう。そして8位、ノットさん、ありがとうございました。ノットさん8位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう。そして7位、スランプくん、ありがとうございます。7位、スランプくん、ありがとう、おめでとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして6位、ぷっくん、ありがとうございます。ぷっくん6位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして5位、ポートグリルさん、ありがとうございます。5位、おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございました、ありがとう。そして4位、アンキューさん、ありがとうございます。アンキューさん4位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして3位、ガンバレットさん、ありがとうございます。ガンバレットさん3位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして2位、ノブさん、ありがとうございます。ノブさん2位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。そして1位、ミストさん、ありがとうございます。1位、おめでとう、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました、ありがとう。大丈夫かな？よし、あれ？読み忘れてないかな？大丈夫そうかな？はい。では、あ、もう終わっちゃう。
でも皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみおやすみ、皆さんありがとうございました。バイバーイ。あ、みんなインスタコメント待ってるね。